のしろ。のしろは、大日本帝国海軍の軽巡洋艦。軍艦のしろは、日本海軍の軽巡洋艦、二等巡洋艦、阿賀野型軽巡洋艦の二番艦。その艦名は、秋田県の米城川の下流域の別称、のしろ川からちなんで命名された。帝国海軍の命名慣令については、日本艦船の命名慣令を参照。 1943年、昭和18年6月30日に竣工後、8月15日府で第二水雷戦隊に編入。第二水雷戦隊機関となり大和型戦艦一番艦、大和等と共にトラック白地へ進出した。11月上旬のラバウル空襲では被害警備だったが、12月末のカビエン輸送作戦で勝破。1944年、 昭和19年1月下旬に横須賀に帰島して修理を行った。6月は大和型戦艦2隻、大和、武蔵島と共に、今作戦及びマリアナ沖海戦に参加。10月下旬、都市号作戦に伴うレーテ沖海戦に、第二艦隊司令長官、栗田武雄中将指揮下の第一遊撃部隊に所属し、大和型戦艦と共に参加。 ヤマトと共に撤退中の10月26日、野城は、米軍機の空襲により撃沈された。阿賀野型軽巡洋艦4隻のうち3隻、阿賀野、矢萩、佐古は、佐世保海軍交渉で建造され、野城のみ、横須賀海軍交渉での建造である。仮称第133号艦、野城は、1941年、昭和16年9月4日、 横須賀海軍交渉で寄港。1942年、昭和17年5月15日、の城と命名。同日府で、島風型駆逐艦島風と、秋月型駆逐艦五番艦新月も命名された。7月19日、昭和天皇のな城として、伏見宮広安王林石の下、第133号艦は浸水。同日府で、クレチンジュ布石。8月20日、 阿賀野型二隻、野城、矢萩は二等巡洋艦、阿賀野型として類別される。1943年、昭和18年5月1日、日本海軍は初春型区畜艦一番艦、初春初代艦長、巡洋艦、中、ながら、青葉、艦長、大淀義総委員長等を歴任した田原加工大佐を、野城の義総委員長に任命する。5月20日、 田原大佐、野代議総委員長は、正式に、野代官長、初代となる。主な初代幹部は、副長、青戸法事中佐、公会長、山内正樹中佐、引き続き戦艦山城公会長を兼務、機関長、岡村徳太郎中佐、運用長、安倍良、夫大尉。6月5日、山内正樹中佐、山城公会長兼野代公会長は、 野代公会長を免じられ、石飛石橋少佐、臨時名取公会長が、野代公会長に捕食。また、空母流法法術長、小屋松尾少佐が、野代砲法術長に任命される。6月14日、野代偽装院事務所を撤去。6月30日、春行。1943年、昭和18年7月10日、高田敏夫退位。5月8日に沈没した。 駆逐艦影老水雷長は、野代水雷長に任命される。7月29日、第11水雷戦隊司令官、木村進少将は、天竜型軽巡洋艦二番艦立田から脳に、異常し、野代は、臨時第11水雷戦隊機関となる。31日に機関が立田に復帰するまで、第11水雷戦隊、野代、立田、若月、霞は、 瀬戸内海で訓練を実施。8月15日、野城は第二水雷戦隊、司令官、高間艦少将に編入、長良型軽巡洋艦一番艦長領よりに推薦機関を継承する。8月17日、主力部隊、戦艦三隻、大和、長と、不装、空母、大鷹、巡洋艦三隻、あたご、高尾、野城、駆逐艦部隊、 両風、海風、周雲、遊具も、若月、天津風、初風は、クレオ出撃、トラックに向かう。トラック白地へ移動後、待機及び訓練に従事。また、連合艦隊、機動部隊各艦と共に、中部太平洋諸島を行動した。1943年、昭和18年10月31日から11月1日、連合軍は、 タロキサキ、ブーゲンビル島に上陸を開始、ブーゲンビル島の戦いが始まる。連合艦隊司令長官、小上根一大将は、第一航空戦隊航空戦力を南東方面に投入し、続いて、トラック白地所在の主力艦艇、第二艦隊も投入することを決定する。11月3日午前7時45分日、第二艦隊司令長官、栗田武雄中将。 アタゴ座上指揮下の重巡洋艦部隊、第四戦隊、アタゴ、高尾、マヤ、鳥海、第七戦隊、鈴屋、西城、第八戦隊、ちくま、第二水雷戦隊、軽巡洋艦、野城、駆逐艦、玉葉、鈴波、はやぱ、藤波はトラック白地を出撃。航行中の4日、午前、航行不能となったタンカーの日照丸救援に2隻、鳥海、 鈴波を分離。11月5日午前6時ごろ、栗田長官指揮下の遊撃部隊は、ラバウルに到着した。同日午前7時、空母2隻、サラトが、プリンストンを機関とするアメリカ機動部隊、第38任務部隊は、関西機九97機を投入、ラバウル在白艦,艦艇に対する空襲を観光する。栗田艦隊は軒並み被害を受ける。南東方面艦隊長官。 草勝富一中将は栗田艦隊ラバウル進出中の鳥海を含むのトラック白地機構を加齢。航行不能となったマヤを除く従順各艦はラバウルを去った。本艦の被害は負傷一名のみだった。11月6日、タロキナ岬への逆上陸作戦を実施するため、野代は第二支援隊、野代、早場、長派として行動した。 11月11日、アメリカ軍機動部隊は再び、ラバウル空襲を観光。この空襲で、鈴波、第32駆逐隊が、沈没、遊具型4番艦長波、第32駆逐隊が、大波、航行不能、のっしろの姉妹艦の阿賀野ム来撃により損傷した。草勝友市中将は、ラバウル在白艦,艦艇のトラック開港を命じ、第10戦隊、軽巡、阿賀野 駆逐艦、裏風と第二水雷戦隊部隊、野城、マヤ、長芸、早パ、藤並、サミれ、風雲、若月はそれぞれラバウルを出発する。ところが、11月12日にアメリカ潜水艦の雷撃により、アガノが航行不能となったため、二水船、野城、藤並、早パは、マヤイカと分離して、アガ隊、アガノ、裏風の救援に向かった。 合流後、野城は、阿賀野の栄光を行うは途中で栄作が切れ、栄光任務をトラック白地から来たながらと交代。11月15日、各館はトラック白地に戻った。11月下旬、クエゼリン干渉やブラウン干渉で行動。12月もおおむねトラック白地に停泊していた。12月15日、第二水雷戦隊司令官。 高間艦少将は第11水雷戦隊司令官へ転任。長戸型戦艦1番艦長,長戸艦長、早川紀夫少将が後任の第2水雷戦隊司令官となる着任12月16日。また、同日府で野代艦長も12月3日までカトリ型練習巡洋艦2番艦鹿島艦長だった梶原清大佐に交代した。 田原大佐は12月25日より、不走型二番艦山城艦長に任命されている。12月21日、アメリカの潜水艦スケートの来撃で、タンカーの小川丸が炎上し、野城も小川丸の救難隊、野城、浜風、響き、電として、トラック白地を出撃したが、小川丸も沈没した。12月末から野城は、 陸軍独立混成第一連隊をニューアイルランド島へ輸送する母号輸送に参加した。野代は母三号輸送部隊第二部隊の一隻としてトラックからカビ園への輸送に当たった。12月25日に母一号輸送部隊ヤマト雲谷風がトラックに到着してヤマトから母三号輸送部隊へ人員物件が遺災され第二部隊野代、大淀、 秋月、三雲は12月30日にトラックから出発。1944年、昭和19年1月1日午前4時45分に、カビエン、ニューアイルランド島に到着した。当時、第二航空戦隊、空母流砲、費用所属の零式艦上戦闘機36機がカビエンに進出し、同方面の戦闘機と合わせて、上空援護を担当していた。のろ、 秋月、三雲の揚陸は6時30分に終了し、野砲を積載していた、大淀の揚陸作業がやや遅れていた。揚陸完了後の午前8時55分から9時20分に、かけ、第二部隊は、空襲を受けた。これは、アメリカ海軍第37.2任務軍の空母、バンカーヒル、モンテレーの搭載機によるものであった。のしろも資金弾5発と、 第二砲塔右原側に直撃弾一発を受け火薬ことに浸水した。人的被害は戦死10名、重軽傷22名であった。大淀と三雲も軽微な被害を受けている。野城と三雲は1月2日に、残り2隻は1月4日にトラックに戻った。野城は工作艦赤市に横付けして応急修理を実施している。 1944年、昭和19年1月18日、第二水雷戦隊司令官、早川三木雄少将指揮下の横須賀海港部隊、慶順、のしろ、空母、随砲、運用、駆逐艦、早場、若葉、初下はトラック白地を出発。1月19日、同行していた大高型航空母艦2番艦。運用が、アメリカの潜水艦。 ハダックの雷撃で損傷したため、早川少将は2隻、随宝、若葉を横須賀に先行させ、野城隊、野城、運用、早場、初下は1月20日に、裁判到着。翌日、2隻、野城、早場は、運用隊、運用、初下、海風、救難のため到着を残して出発。1月24日に、横須賀駅到。 1>, 1月と2月は、横須賀で修理と整備を行う。2月14日、早川少将は、第二水雷戦隊機関を後ろから、高尾型重巡洋艦一番艦高尾に変更。2隻、高尾、早場は、横須賀を出撃して、パラオに進出した。3月19日、出去。3月28日に、横須賀を出発し、4月3日に、ダバオへ到着。 その後は、リンガク地やタウイタウイク地等で行動した。6月中旬、美役島をめぐって、日本軍と連合軍の攻防が繰り広げられており、美役島の戦い、日本海軍は、今作戦を発動して、美ク島救援作戦を展開していた。かんばしくない戦局に対し、日本海軍は、ヤマト型戦艦2隻なども投入して、第三次、今作戦を観光。 上陸戦弾撃破と、機動部隊の誘い出しを図ることとなった。第一戦隊司令官、宇垣きまとい海軍中将、海兵四十機が率いる今部隊は、宇垣司令官直卒の攻撃隊、第一戦隊、大和、武蔵、馬ちバチャン白地に先行待機中の、第五戦隊、秒光、羽グ第二水雷戦隊、野城、東風、沖波、第一輸送隊、従順、 青葉、京潤、絹、駆逐艦四隻、第二輸送隊、津軽島という戦力を揃えた。6月10日、攻撃部隊、山と、武蔵、野城、東風、沖波は、タウイタウイを出撃した。しかし、直後に、アメリカの潜水艦ハーダーのレーダーによって、発見された。これと同時に、日本艦隊もハーダーの潜望鏡を発見し、沖波は、 ハーダーを攻撃するため部隊から分離した。ハーダーは昭波、ハーダー、沖波日本軍双方とも相手を撃沈したと判断した。6月12日、山戸イカ攻撃部隊は、ハルマヘラ島、バチャン白地に到着。同地で、第5戦隊、妙高、ハグロと合流。作戦開始を待ったが、6月13日になって、 サイパン島に対する艦砲射撃が開始されて戦局が急展開していった。攻撃部隊、戦艦、大和、武蔵、第五戦隊、秒光、羽黒、慶順、野城、駆逐艦部隊、島風、沖波、浅雲、山雲の訳は、同日夜に馬ちゃんを急遽出撃。第三艦隊司令長官、小沢寺三郎中将、海兵三十七機率いる。 1> 第1機動艦隊、機関大砲にベック急行した。6月19日から20日のマリアナ沖海戦では、前衛部隊、指揮官、栗田武雄第2艦隊長官、機関あたご、第1戦隊、山和、武蔵、第3戦隊、金剛、春名、第4戦隊、あたご、前衛艦隊機関、高尾、鳥海、真矢、第3航空戦隊、千歳、千代田、随砲、 第七戦隊、熊野、鈴谷とね、ちくま、第二水雷戦隊、慶順の城、第三十一駆逐隊、長波、朝下、岸波、沖波、第三十二駆逐隊、藤波、浜波、玉波、付属、島風、として参加。六月二十日の対空戦闘で、栗田艦隊は、損傷艦数隻、千代田、春名、マヤを出したが、沈没艦はいなかった。 敗北後、日本艦隊は、中城湾、沖縄本島へ移動した。6月24日、葛島白地に戻る。7月8日に、クレ出撃。7月19日に、シンガポールへ到着。以後、林川白地で待機、訓練に従事する。10月18日、早一号作戦発動に伴って、第二艦隊司令長官、栗田武雄中将。 海兵三十八期。帰還、あたごが指揮する、第一遊撃部隊第一部隊、第四戦隊、アタゴタカオマヤトリウミ第一戦隊、ヤマトムサシ第五戦隊、ミオコハグロ第二水雷戦隊、ノシロ東風、第二駆逐隊、早地も、周総、第三十一駆逐隊、岸並、沖並、長波、朝島、第三十二駆逐隊、 浜葉、藤並、第三戦隊司令官、鈴木義雄中将、機関、金剛が指揮する、第一遊撃部隊、第二部隊、第三戦隊、金剛、春名、第七戦隊、熊野、鈴谷、トネ、千熊、第十戦隊、矢作、第十七駆逐隊、浦風、浜風、摂風,風、磯風、駆逐艦、星を分け、真相は、それぞれ、林が白地から出動、 フルネイ湾で補給の後、10月22日に出撃した。ところが10月23日未明に、パラワン水道において、第2艦隊機関あたゴ、高尾型重巡洋艦2番艦が、アメリカの潜水艦ダーターの来撃で、第4戦隊両艦マヤ、高尾型重巡4番艦がデイスの来撃で、それぞれ沈没し、同じく第4戦隊高尾、高尾型重巡1番艦が、 ダーターの来撃で大破して、航行不能となった。第31駆逐隊2隻、朝下、長波は、高尾、航行不能、復旧作業中の護衛を命じられ、栗田艦隊から離脱した。10月24日の冷凍機械船、渋谷海空襲では、栗田長官、山戸座城の第一部隊、第1戦隊、山戸、武蔵、長戸、第5戦隊、妙高 はぐろ、鳥海、臨時編入、第二水雷戦隊、のしろ、機関、第二駆逐隊、はやじも、周遭、第三十一駆逐隊、岸波、沖波、第三十二駆逐隊、浜葉、藤波、島風型、島風として、アメリカ軍機と交戦した。のしろは法令式弾百二十発、八センチメートル、広格砲二百十発、機銃一万八千発を発射し、 アメリカ軍機撃墜3、不確実に共同撃墜7を主張する。だが、の白い価格艦は存在しない、アメリカ潜水艦発見を報告し、空襲の最中にある艦隊は混乱した。一連の対空戦闘で、戦艦武蔵が沈没し、三隻が損傷離脱、妙高、浜風、深層という損害を受けた。翌10月25日、第一遊撃部隊。 クリタ艦隊は、アメリカ軍機動部隊、護衛空母部隊を追撃する、サマール島沖海戦。戦闘前半では、スコールと縁幕により、米艦隊を見失い、午前8時38分には、米駆逐艦手砲弾一発が、弾薬供給所言状艦班に命中したが、戦死1名、負傷3名で、それ以上の被害はなかった。クリタ・タ中将から、追撃停止、 反転命令があるまで二の城は、巡洋艦一隻鎮、巡洋艦一隻、駆逐艦一隻撃破を記録した。早川少将指揮下の第二水雷戦隊は、効果的な水雷戦闘を行ったとは言えず、山戸座城の第一戦隊司令官宇垣間とい中城は、人中西、戦争6の中で、二十五日の第二水雷戦隊、の城の行動に対し、に SD は、占いくらい東端にあり、 進出方向的とならず、途中反転に回に及び概ね的の後方に、取り残され砲線も魚雷線も行わざりしは、いかなり、と評している。同日午後のアメリカ軍機の空襲、合計約150機では、左舷後部重油タンクに、波行が生じ、浸水により、左舷外軸スクリューが、使用不能、発揮可能速力32ノットとなる。対空戦闘で、 アメリカ軍機撃墜6、不確実6、共同8を記録、25日の弾薬消費は、主砲霊式弾100発、4号通常弾160発、8センチメートル、広角砲450発、基銃2万4000発だった。10月26日、ヤマトや野城以下、栗田艦隊は帰島途中に、ミンドロ島の南で、アメリカ軍の第38任務部隊、 マーク・ミッチャーは中条による空襲を受けた。午前8時46分、爆弾一発が、野しの広角砲弾薬供給所に命中し、消火災が発生したが、これは、消火に成功し、致命傷にならなかった。雷撃機の襲撃に対処中、ヤマトは魚雷を回避した。おそらく、ヤマトを狙った魚雷が野しに命中した。8時52分、のしの左玄中央に、 魚雷一本が命中し、第一、第三艦室が浸水、傾斜16から26度、高行府のとなり、洋上に停止した。魚雷の陶器や重量物の移動により、傾斜8度まで回復、10時30分ごろ栄光作業がむね、完成した。その時、再び、アメリカ軍機20機の空襲を受けた。山戸以下、栗田艦隊本隊が、 攻撃範囲以外に出ていたので、アメリカ軍機は、野しを狙っていた。洋上停止中の野しは回避行動もできず、10時39分に、野しの2番主砲塔右舷付近に、巨雷一本が命中した。艦首から沈下を、はじめ、10時49分に、総員上看板が発令された。11時6分に、総員退去命令が出され、野しは11時13分に、 地点で沈没した。最後の戦闘で、野城は、手砲霊式弾20発、広格砲35発、機銃1万千発を発射し、撃墜3、不確実1、共同5を記録した。一連の海戦による野城の戦死行方不明者は87名、負傷者51名であった。野城、第二水雷戦隊司令部生存者は、企画地区間2隻、浜葉、周宗に救助された。 早川司令官、野城艦長及びご親衛は浜派に収容された。第二水雷戦隊機関は浜派となった。ブルネイに退却後の10月30日、第二水雷戦隊司令部は浜派から大和に移動した。翌日、二水戦司令部は多合作戦に従事するため大和から駆逐艦に乗り換え、マニラに向かった。だが、第三次多合作戦で、 島風の沈没時に、第二水雷戦隊司令官、早川右尾少将は、戦死、第二水雷戦隊司令部も、全滅状態となった。後日、野代生存者10名が、フィリピン地上戦に投入されたという。梶原清大佐、野代ろ艦長は11月3日府で、横須賀鎮守府となった。青戸法事大佐、野代副長、小山麻生中佐。 野代法術長、石飛少佐、野代公会長、坂井谷友、太郎中佐、野代機関長、高田俊夫少佐、野代水雷長、安倍良、夫少佐、野代内務長、安倍県大尉、野代通信長等も新たな認知に転じた。12月20日、冷手沖海戦で沈没した各艦と共に、野代の除籍が発表された。戦後 旧海軍残務処理機関の吉田 a 三元大佐を中心とするグループが構想した新海軍では本艦であるの城をタイプシップとする巡洋艦を4隻建造し艦隊機関及び戦隊機関とすることが考えられていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。